7年目のシーズン、オーダーを発表するよ。1番ライト、梶原。2番センター、上林。3番レフト、水谷。4番ファースト、和田。5番指名打者、高浜。6番サード、オスナ。7番ショート、京田。8番セカンド、山田。9番キャッチャー、坂本。続いて投手陣。先発調子次第、バウアー。先発調子次第、高橋。先発調子次第、與座。先発調子次第、山野。先発調子次第、吉田。先発調子次第、大江。中継ぎビハインド、成田。中継ぎビハインド、高橋。中継ぎ接戦時、吉田。中継ぎ接戦時、尾形。中継ぎ接戦時、坂井。セットアッパー、アハル。クローザー、中西。さあ今シーズンはどうなるかな。今年こそ再開脱出してやるぜ。再開脱出しないとさすがに首が近くなるぜ。やめてー。リベンジャーズの先発は切れ味抜群の変化球投手バウアー。対するバファローズの先発は覚醒した男平山。以上の両先発、熱き戦いが幕を開け。さよなら勝ち。松田よく決めてくれたぜ。留学選手が帰国。塩田変化領域だけか。もう少し伸びてほしかったな。セノはパワービーまで乗ったぜ。奥井。俺じゃねえよ。塩田まだまだ変化量が少ないな。特能がいいだけにここから育ってほしいな。セノは使えそうだな。パワーはあるけど阿部氏持ちだからな。アキレス腱か。しっかり直して戻ってくるんやで。前半戦終了。10ゲーム差つけての再開か。後半戦倍返しだ。今シーズン終了。これはダメかもわからんね。どうして先発陣が特に壊滅してるな。キャッチャー B の坂本にしたのにダメなのか。打率は良くなったのにな。打線は改善したか。山田やるじゃん。山田すげー。大水谷もだ。再開からベストナインが二人も。与座はゴールデングラブ。巨人は当たり外国人だな。二人も当たり助っ人。ジョ水谷最多安打かい。すげえ。アハルは最優秀中継ぎ。とって正解だったな。二刀流が MVP か。未だに4両入った。なんか相変わらずの平均的。最多安打の水谷でも3割には乗ってないのか。山田はその成績でよくベスト9になれたな。確かに。高橋は勝ち越しはあっぱれ。アハルは28ホールドで最多ホールドだったのね。防御率は良くなかったけどな。
やあやあ、二上監督。会長、今回は一体どうしたんですか？いやあ、二上リベンジャーズが弱すぎて、プロ野球ファンから日本プロ野球界のお荷物だと、苦情が殺到していてね。あははは。は笑い事じゃないんだよ。はい。君の選択肢は二つだ。二上リベンジャーズを解体するか、君が責任を取って辞任するかだ。そんな。わかりました。辞任します。そうか。君の後任は奥江ヘッドコーチを昇格して監督になってもらう。奥江が監督か。ということでお疲れさん。ということで俺が新監督だぜ。7年目ってなってるけど、ヘッドコーチからの年数だと思ってくれ。奥江監督期待してますよ。ちょま、お前クビになったんだろ？ヘッドコーチがまだ決まってないでしょ？ヘッドコーチになってあげてもいいんだからね。お断りだー。まあそう言わず。選手の契約更改。オスナはクビ。オスナ今まで本当にありがとなー。梅野は引退。梅ちゃんここまでか。中田も引退。中田も本当今までありがとう。吉田はクビ。吉田ひどい成績。使い続けた無能監督なんだよな。あはは。坂井もクビ。守護神から外してリリーフでもダメだったか。甲斐は引退。甲斐じゃなくて坂本を使ったからな。井口もクビ。成績はいまいちか。楠本もクビ。出番はほとんどなかったな。曽根はクビ。あまり出番はなかったな。加藤もクビ。加藤も出番なかったな。大瀬良は引退。大瀬良お疲れさんだぜー。佐々木はクビ。佐々木ここまでか。以上だぜー。今年の転生は誰かな。見ていくぜどうしようはいないかな。このキャッチャーいいな。これは即戦力キャッチャー。どこすぎはロタ。大卒でこの能力はあかん。こいつ強いな。こいつもミートイがいい感じ。先生いないな。森本だー。ここで一人が転生か。一人なら大丈夫かな。こら。一人は二球団競合。阪神か。阪神なら人気出そうだな。
りしっかり阪神で頑張るんやで。活躍したらかなり人気が出るだろうからな。大塚元帰ってきた。メジャーでまあまあ活躍したんだな。これだけの成績なら十分じゃないかな。メジャーだとかなり成績悪くなること多いからな。セリーグは全球団か。さすがの人気だぜ。大塚元は阪神に戻ったか。これには阪神ファンはにっこり。ボスキングは2人か。とごういい成績。まだ29歳。なお却下された模様。 FA までまだ年数あるしな。今永は承認か。なんかリリーフでも投げたのか。今永頑張るんやで。さあ FA だぜ。成績はいいな。能力もまだまだいいぜ。吉信 FA か。なお負け越しの模様。負け運ついてないのにな。村上も FA か。能力の割に成績はいまいちだな。佐々木朗希か。今年は投手陣強豪華だな。辰巳いい能力だな。みんなどこに行くかな。保証はこんな感じ。由伸は横浜か。カープがめっちゃ補強してて笑った。カープ、お前変わったな。さあ見ていくぜ。あべいな。うちは二神政権とは違って若手育成スタイルでいくんで。ぐぬぬ。殿崎基礎能力落ちたな。スルーで。ベテランは取らないぜ。青柳さんもベテランだからスルーだね。にっこり。若手時代とは言ったけど、新人1年目からそれなりの成績残したいからな。採用。おい、若手時代言っただろう。うふふ。一応採用。この大柳だ。負け運があるのはきついだろうな。悪くない能力。坂本もいいな。変化球はいいな。スルーかな。ビーズリー。先発適正ないのね。ケムナも首か。矢先いけるやん。威圧感ついてるのか。新守護神でいけるな。採用。ゴフカダめっちゃ特能あるのか。まあ基礎能力が悪すぎるからな。厳しいな。神茶ちゃんに。神茶谷な。四玉持ちはな。まあまあかな。一応採用。中村もいい感じ。特能いいよいな。エビナか。パワーあるけどミート低い選手多いからな。小川も4玉持ち。赤得多いな。坂本も首か。基礎能力はいいけどな。高すぎー。乱調と伸びがあかん。佐藤もミートだな。
うちの課題は打率だからな。藤平赤得多すぎ。こいつも赤得多いな。並木はいいな。戦力外でミートシーは珍しいな。ノビエフはな。バランスはいいな。特の上は多いけどな。一応採用。迂回か。ミートが課題だよな。保留で。特能いいけど成績は微妙。悪くない能力だけどな。北村首か。パワーがあっても首になるよな。守備が低すぎだな。普通だな。こいついい能力だな。成績は残せてないけどな。いらないな。軽い球か。基礎能力はいいけどな。守備低いな。無投か。赤得がな。特能はいいで。いらないな。助っ人はかなり能力ないとする。若手だとやっぱり能力低いな。たまに若くても能力いい選手いるけどな。こいつワンチャンあるな。ベルドもくらい活躍するかも。安いヒトロウ。いらん。この辺は全然。ダメだなぁ。こいつも無理だな。こいつはワンチャンあるな。ノビエフだけどこの変化球と対ピンチはいいなぁ。採用。ノーコンスリー。こいつもいいな。コントロールさえ良くなれば使えそうだぜ。赤得か。でもこの赤得ならまだマシかも。保留。こいついいな。シュート回転なら全然オッケー。岩下、村田、本田、江口、青柳、知念、鵜飼、池田、矢崎、福地、並木、加工家。中田は殿堂入りか。他はこんな感じ。中田はどうだぜ。1500本安打か。タイトルの数多いな。2000本安打まであと少しだったのか。佐野復活。おお、よかった。留学は久々の特防。ヨーロッパリーグに。ベテラン勢の衰えが目立つな。
新生アベンジャーズの始まりだぜ。俺は監督をクビになってヘッドコーチに降格となった。でも奥井も低迷したらもしかすると二上監督再登板論が巻き起こるかも。続く